それもフォークボール、こういうの。まあ、古賀さんはね、今日はアクセルターンしてる人いる。こういうのをよく、動画見るとこういうところで練習してます、ね。練習してます。じゃあ行きましょうか。中央林道なんのかな、いまいちわかんないですけど、どうぞどうぞ。
あれ今のどこでしょ。あれあったとこじゃない。え、小川さん、この前行ったとこってさっきあったとこですよね。さっきとかさっきは結構あっちは結構使った覚えがある。この前のが大変なことじゃなかった。うん、っていうかあそこ入ってきてからだよね、きついのは。っていうか、あれ中行くと、あの広場ってあっちだったよね。そうあの広場まで行きたいっすよ。そうですね、多分10分から15分ぐらい走りますよね。まだちょっと走るね。まだこっちまで行った。抜けていくのはこっちなんですよ。そのまま向こう向こう向こう。っていうか向こう行って同じ道帰ってきたよね。そう、帰り最初道はその道で、帰り向こう入ってって広場まで行って、広場で遊んで、で同じ道を帰ってきたね。転倒箇所ありましたもん。あったよね。それでも10分とか15分先なんですけど。でその広場で結構なんか上の方林になってて、その中走れたりとかしたんですよ。そう、ちょっとしたね、コース風に走れてたんで、たどり着けるかな。とりあえずそこを進めて。そこがね、微妙にどこを、その道のどこを入ったらそこなのかが分かんないんですよね。たまたま行ったらあったみたいな感じですか。いや、堀江さんは多分知ってるんですよ。あの、旅の、あの、ワイズの代表は知ってて、その人が先導してったんで、あの人こっちの出なんで、普段この辺で遊んでるんですよね。行ってみましょうか。